はい、どうも小林隆史でございます。いつかワンファインデーの、コンサートも終わりましたんでね、ちょっと振り返ってですね、稽古というのかな、リハーサル、結局そんなに、回数とかね、時間とか多くはなかったですけども、やっぱり現場に入ってなんかいろいろ試して試行錯誤していってみると、やっぱり考えることとか、お芝居についてとかミュージカルとか歌についてとかね、考えたり感じたりすることがやっぱりどうしても多くなるので、そういったことについて、自分のためにね、考えをまとめておこうとか、気づいたことや学んだことをアウトプットしておこうということで、ちょっとつらつら喋ってみますので、あんまほとんどの人には何言ってるかよくわかんない話になるかもしれませんけども、それはそれで自分のためにちょっとねまとめて喋っておこうと思っております。やっぱりミュージカルのコンサート、久しぶりのね、作品だったと、一度やってる作品だったということもありますけども、改めて感じた楽しさというのはね、役柄で歌を歌うという面白さ、楽しさだったですよね。結局そのミュージシャンだったら、この人間、アーティスト自身が自分の言葉や自分の歌っていうのを表現として届けるっていう風になるじゃないですか。だけどミュージカルの場合は、小林隆史というこの人がいかに、伝えたい歌を歌うかとかじゃなくて、この人がまとってるこの役ですね。僕だったら草薙康人っていうその、役柄があって、その役柄が歌を歌い出しているという前提があるので、役柄として歌うわけですよね。そこがこう微妙にとか、全然違うといえば全然違うというところがあって、でそういう考え方は、お芝居としてやるっていうのの前提としてあると。だから僕自身はその全然ミュージシャンじゃないから、自分小林隆史の表現をしなきゃいけないとか、そういう機会の方がないので、基本的にはだからそういう意味ではね、ベースとして当たり前にやってたことなんだけど、改めてその面白さってやっぱりあるなと思いましたね。なんていうんですかね、そう草薙が歌っているということに意味が出るというふうにしたいというね、それを考えていく面白さありましたね。それからね、音楽監督の桑原真子ちゃんが言った言葉で僕が印象に残ったものの一つが、歌い出しからその人の曲にしてほしいんだよねみたいな話をしていて、要するに何て言ったのかな、その曲が歌った瞬間からその人のが主役の曲だっていうふうに見せたいというような話をしていて、だその曲の主役になるっていう、歌い方というのかな、どうなんだろう、気持ちの問題かもしれないけど、そういうのってやっぱあるんだなと思ってね、面白いなと思ったんですよね。例えばその人間が、その役柄が、舞台上というかその物語上は例えば脇役だったとしますよね。脇役であってもこのナンバーに関してはあなたの歌なんだよということ、だからこの人が主役として歌っていいし歌わなきゃいけないっていうことを聞いててなるほどなと思ったんだけど、そこがミュージカルってちょっと面白いところでもあるよね。ちょっとした役なんだけど、このナンバーでグイッと出てきたらこの人が急にクローズアップされて、正直それはその曲が例えば始まって終わるまで続くっていう、こういうのってストレートプレイじゃ絶対なかなかないわけですよね。脇役の人がもちろんドラマとしてドラマチックになる瞬間、クローズアップされるセリフとかってのはもちろんあるけれども、それがなんかこう楽曲の中中続くわけじゃない？ミュージカルの場合。そういうのってミュージカルならではといえばならではなんですよね。で、そういう意味で、曲の主役になるということってどういうことなんだろうって、僕も考えたりもして。こういうのはね、ミュージカルらしく、面白いところだなと思いましたよね。で、結局その、曲の主役になるとかっていうのはどういうことなのかというと、その役がなんだけど、自分がどうしたいのかっていうことが明確になっていくことが結構大事だということになりますよね。例えば草薙の歌を歌うときは、歌の歌い出しの花から、もう僕2フレーズぐらいしかなかったんですけど、なんか頭から俺が主役の歌が始まりましたってことをしなきゃいけないっていうのももちろんだけど、それを草薙ならどんな風に歌ったらそれが面白く届くのかとか、その役柄として伝わるのかみたいなこと、俺はどうするかなっていうのを作り出すわけだよね。
でそれがないとなんかちょっとあの薄っぺらいのっぺらぼうみたいになってしまうということが起こるというねことなのかなと思って、そういったことも考えましたね。でもう一つはじゃあ、例えばうまくそれがこう表現できないとき何が引っかかっているのかっていうのを今度逆に分析したりした場合に、まあほとんどっていうわけじゃないんですけど、例えばねなんかある恥ずかしさがあると、でそのために何かこういけないってことってあるんですよね。で俺はこの感覚はこの感覚で結構重要だと思っていて、恥ずかしいってことを全部取っ払っちゃってね、役者っていうのはそういうもんでしょ、何でも人前で恥ずかしいことも恥ずかしくなさそうにできるんでしょって思われてしまうと、それもちょっと違うと思ってるんですよ。やっぱりあの感覚としての、恥ずかしいなっていうものはちゃんと取っとかなきゃいけなくて、ただその恥ずかしさを恥ずかしいなと思ったままやったらそれこそその突き抜けないものになってしまうじゃない。だからどうしたらいいかというと、恥ずかしさが自分は感じているものがあると、でこれが何なのかっていうのを分析したときに、あ、多分こういう部分があるから恥ずかしいと思っちゃうんだなと思ったら、それをうまく、逃れてっていうのかな、そこを回避して成立させられる道プロセスをねやっぱ見つけるべきなんだと思うんですよね。自分はこれが恥ずかしいと思ってる、じゃあこの恥ずかしさを解消するためにはもしかしたらこっち側に突き抜けてやりすぎていけば、あ、これは逆に恥ずかしくないんじゃないかとかですね、だからそこをうまく避けて、いやこういうやり方ってあるんじゃないかと、でこれでお客さんにもちゃんと伝わって成立するならばこれでもいいしあれでもいいと、でそれがねなんかいくつも用意できる人間でありたいと俺はねタイプとしては思う方なんでしょうね。で人によっていろいろ違うんだけど、この恥ずかしさがあるからこういうふうにはやりたくないっていうやり方もあれば、俺の場合はこの恥ずかしさを乗り越える方法、俺はこっちにもあると思うしこっちにもあると思います、どちらがいいですかっていうような形で提示していくっていうのが僕の考え方なんですけどね。この辺はちょっと話聞いても何のことやらよくわからないかもしれないですけどね、そんなこと僕はよく考えますね。恥ずかしさを分析して成立させるラインを探すっていう風にね僕メモを取りましたけどもね。そうそうそう、まあでも主にそんな辺が僕今回考えたことかな、ちょっと無理やり言葉にしてみているんですけどね。だからねやっぱり、まあ、お芝居でもミュージカルでも同じですけども、やっぱ現場にいるといる間にすごくお芝居ってなんだろうとか、ミュージカルって何なんだろうとか、歌うこと、ミュージカルで歌うってどういう意味なんだろうとかね、まあ、そういうことをどうしても考えることになりますね。で考えれば考えるほど一応その間違っていてもいいわけ、今の段階で俺が考えることなんて今はそう思ってますっていうだけで、まあ、間違いかもしれないんだけど、だけど一応考えておくと、まあ、次につながるというのかな、っていうふうに僕自身は思うので、とりあえず今こんなふうにね言葉にしてみることに意味があるんじゃないかと思うのはそういうところなんですね。なのでまあいろんな現場に出てね、何か学びがあったり、あこんなんじゃないかなって気づきがあったというかね、こんなふうにとりあえずのアウトプットをしておこうかななんて思いました。というわけで小林隆史でした。バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。